おはようございます。2012年6月22日6時5分になりました。台風というか熱帯低気圧ですけれども、通過していってですね、今関西は、通り抜けて関東の方ですね、これから、東日本の方がものすごい雨になるかと思い、もうすでになり始めてるのかな、なんですけれども、こっちもですね、この前の台風の時はそうでもなかったんですけども、今回の熱帯低気圧はものすごい雨で、ここ京丹波町でももうダカスカ降ってました。なんじゃそれっていうぐらい、大量に雨降ってましたけども、さてさて、通過したところの皆さんどうだったでしょうか。またこれから、雨が強くなる地域の方々お気をつけください。さて、IT メディアニュースから今日も見ていきたいと思います。今日はニュースというよりもちょっと便利になったピンタレストの話題を、ピンタレスト音楽やプレゼンスライドのインライン再生を可能にということで、ピンタレストって とにかく、ウェブ上にある画像、写真ね、そういったものをパカパカ、クリップできるようなサービスですね。で、それがですね、今度はスライドショーとかなんかも共有できるようになって、こいつがね、私はね、すごく便利だなというふうに思うようになりました。それで早速ですね、ピンタレストの中にこういうボードを作って、グッドスライドとかって書いてますけども、実は自分のスライドをこう集めただけですが、スライドショーのね、こうやって、この中で、こういうふうに再生できるので、なんていうのかな、自分の気になるスライドをこうパカパカ集めといてやるということができるのは、これは結構いいんじゃないかなと思います。スライドショーね、本当にその実に有益なというか、もう本当にいろんな人がいろんな何て言うのかな、ものを集め発表していて、でそういったものをね、後々も見たいなっていうのがあるので、それをまたこう持っておくというためには、このピンタレストを使うというのもすごくいいんじゃないかなと思います。その場ですぐシェアするの Facebook だ Twitter だっていう手はあるんですけども、自分のために置いとくっていうね。で、スライドシェアの中でそのお気に入りみたいなの登録するというのもあるんですけども、こうやってそのピンタレストだと、なんていうのかな、気軽に登録して、でまたこう一覧みたいにこう見えるっていうのがね、すごく分かりやすいし、こうビジュアル的にこう見えるっていうね、その視覚的にこういうふうに整理されてるっていうのは、パッと見てどれっていうのがこう判断しやすい。だからすごくやりやすいんじゃないかなという気がしたんですね。こういうのの方がやっぱり分かりやすくて、私はいいなと思いますね。インターフェースとしても。なので、これからピンタレストますますですね、広がっていきそうな気がします。これはちょっと使ってみると便利っていうサービスじゃないかなという気がしています。さて、今日はそういう紹介でした。今日はですね、また大阪の方に、行くんですけれども、なので明日の朝がね、またホテルから頑張ります。ということで、今日も元気にやっていきましょう。ではまた。